日本近代音楽館は日本の近代、現代音楽を対象とする専門資料館。1966年に開設された財団法人演算音楽財団付属図書室を源流とし、1987年設立の財団法人日本近代音楽財団日本近代音楽館を経て、2011年明治学院大学図書館付属機関として開館。 現在の正式名称は、明治学院大学図書館附属演算一校、記念日本近代音楽館。創設からの略年表は次の通り。音楽評論家の演算一校により1962年に設立された財団法人演算音楽財団は、音楽事業に対する奨励金や助成金交付のほか、音楽図書館の設置も事業に挙げていた。 そして1966年10月東京都渋谷区、広尾に付属図書室が開館、館長には円山が、副館長には平島正夫と皆川達夫がそれぞれ就任した。蔵書構成の柱は、中世、ルネサンス及びバロック音楽、現代音楽、日本の近代洋楽の3点に置かれた。1969年には、蔵書数が図書2300、 学府2000、レコード2900と増大し、演山を音楽財団付属図書館と解消、西麻布の旧演山一校庭に移転した。1970年には、演山現代音楽研究所を併設し、文化庁の助成を得て、日本人作曲家の自筆譜を中心とした、作品資料のマイクロフィルム収録作業を1980年度まで実施した。 1971年に設立された音楽図書館協議会にも当初から関わり、その事業にも尽力した。1980年代に入り国家的規模での音楽資料センターの必要性が確認されてくると、1984年に音楽図書館協議会理事長であった演算一行の呼びかけで日本の近代音楽資料を調査、保存するための 近代音楽館設立の運動が起こった。同年10月には、芥川康史、朝比奈隆池内智次郎、小川登らが、北起人となり、近代音楽館を設立する会が結成された。この運動に応えて、演山音楽財団は、図書館の資料収集方針を、日本洋楽資料に一本化することとし、蔵書の内西洋音楽関係資料を、 慶応義塾大学へ寄贈することを決定した。1985年に1万7000点の資料が同大学へ寄贈され、三田情報センター内に演算音楽文庫が設置された。1986年7月、演算音楽財団は寄付行為の一部を変更、日本近代音楽財団と解消した。1986年度末の蔵書は、図書、学府1万3000、 録音資料7600、マイクロ、写真資料1600、文庫、帰宅資料18。1987年10月、館長演算一行、副館長、皆川達夫のもとに、日本近代音楽財団日本近代音楽館が、設立。事業委員会が設けられ、旧東京音楽学校総学堂に分室が、敷設された。歴代の運営委員には、 海老沢ワサトシ、近代一春彦、三好明らら、資料委員には、秋山国春、小川昇、中村康介、三好清志たちら、事業委員には、秋田川康、松下人志らが名を連ねていた。11月には、第1回特別展、近代日本の歌が開催され、以降2005年までに特別展は26回、開催された。展示会に際しては、 レクチャーコンサートが行われたり、関連の年譜や資料が刊行されたりした。1988年には、館放送館、以降、新聞記事に見る日本の洋楽、明治編プロジェクト、日本のオペラ、還元楽作品演奏洋楽、所在調査、明治の洋楽データベース公開、演奏会プログラムデータベース公開、と次々に新規事業を展開した。 日本人作曲家の記念文庫、コレクションは徐々に数を増やし、複数作曲家の各資料群が互いに保管する関係にあることを示す、論考も現れた。1994年12月には、第18回音楽の友社賞を受賞。2009年になり、近代音楽館の将来をより安定させようという、演山一行館長の決断により、2010年日本近代音楽館は、 閉館し学学校法人明治学院にすべての資料が移管された閉館時には、蔵書、資料50万点、記念文庫、コレクション128であった。また登録利用者数は5780名に上った。なおこの年6月に、日本近代音楽館は、渡辺明雄音楽基金特別賞を受賞した。2011年5月に、 明治学院大学図書館付属機関として開館した現在の日本近代音楽館は明治以降の日本の洋楽に関する資資料を収集、保存し一般に公開する機関として活動している図書館内をリニューアルして設置された近代音楽館の施設は島崎義春建築設計事務所の設計で2013年度グッドデザイン賞を受賞したまた 所蔵資料を使った展覧会5 0 0に描いた夢日本近代音楽の百五十年が東京オペラシティ文化財団と明治学院大学共催で二千十三年十月十一日から十二月二十三日に東京オペラシティアートギャラリーにおいて開催された。なお近代音楽館の設立と運営に長年携わった演算一行は二千十四年十二月に成去したが その一周期を迎えるにあたり、日本近代音楽館は、完璧に演算一行記念を冠し、2015年12月、明治学院大学図書館付属演算一行、記念日本近代音楽館と改称した。2017年6月には、大ブックを公開。ただし、現在検索できるのは印刷された資料や、録音資料などで、 作曲家の自筆楽譜などは、オーブックでは探せず、問い合わせを要する。日本近代音楽館の所蔵資料は次の通り。詳細と開館カレンダー、交通アクセスはウェブサイトを参照。明治学院大学国際学部が2005年から開催している明治学院コンサートシリーズでは、日本近代音楽館に寄せてと題したコンサートが6回開催された。 各界で演奏された日本人作曲家は次の通り、会場は明治学院大学白金キ,キャンパス内アートホール。ありがとうございます。